できるまで3日、はい、野菜を炒めたり、その次の日、ね、寝かせて、はい、そこからまた炒めたりっていう工程があるので、まあ、トータルで3日ぐらいは。お待たせいたしました。エビフライカレーの辛さ70倍になります。すごくスパイシーでいい匂いがします。あとなんか野菜とお肉がたくさんでとても美味しそうです。いただきます。後から口の中がわーって熱くなってきます。口の中がすごく今熱いです。唇が今ずっとヒリヒリしてます。舌がずっとヒリです。